なんか画面黒くなったりしない？しただけ？どうですか？え、止まるよね。なんで？どう今？治った？治りましたか？止まってる？治った？大丈夫。触ってたからかな。じゃあいいや。今日は初めてのオンライン、現地のオンライントーク会があったんですけど、まあ愛知県の人で、愛知県の会場の握手券を持ってる人だけだったので、ちょっとだけショールームしようと思います。どうだった？でも結構もう普通にみんなの顔見えるぐらいの距離だったし、でもなんかマイクが結構聞こえにくかったりはするけど、大きい声で直接喋った方が早いかなって思ったりもしたけど、もしこれ見てる方で明日来てくれる方がいたら、なんか結構声を張って喋ってもらった方がマイクに音が入るから、そっちの方が嬉しいかなって思います。なのでよろしくお願いします。結構声張り気味で喋ってくれたら多分聞こえやすいかな。マスクシーナはしてないです。しないでやってた。なるほど、そう、そういうこと。でも全然顔とかは普通に見えるよ。そう、みんなはマスクしてるからね、あれだよね。だからそうなんだけど、できたらまあ大きめで喋ってもらったら嬉しいかなって感じです。お願いします。でも本当にめっちゃみんなに久しぶりに会ったから、でもみんな元気そうでよかったですオンライントーク会のアフタートークみたいな感じでショールームをやってみましたマスクしててもね、全然わかるよ。そうで、タブレットがあるんですけど、タブレットが置いてあったんだけど、シナはもう全然タブレットに顔を映す気はなくて多分全然映ってなかったと思うんだけど、映さずにもう直接顔を見てました、みんなの。緊張感は自分はなかったよ。シナは楽しかったです、普通に。直接こちらも見てます。まだ終わらない？うん、今始めたばっかは土曜日か。握手券1枚で10秒ぐらいかな。うん、それぐらい。もぐちゃん、あー、ありがとう。そう、今日はもぐの誕生日です。もぐちゃんの7歳の誕生日。これはオフショルでも着れるし、普通にでも着れるし、ワンショルでも可愛い。ワンショルが可愛い。でも
デニム生地なの、白の。今日の私服はこんな感じ。でもワンショルが好きかな。でも上がってきちゃうんだけどワンショルな感じ、可愛いよね。このデニムの生地っていうのがポイントです。そう、3パターンで着れるよね。こうやって上にしたら普通にレースの袖みたいな感じなんだけど、普通にこうやってオフショルでも着れるし、ワンショルでも着れます。そう、ワンショルっていう、これはハイライト入れてたっけ。あ、ハイライトは髪の毛にハイライト今入ってるんだけど、わかるかな。でももう入れたのね、1ヶ月以上前だけど、多分みんなにね会う機会がなかったから、あんま写真だと伝わらないよね。だからもう結構伸びてきちゃったから、また近々もう染めちゃうんだけどね。今はちょっと入ってるよ。でももうここプリン、全身、あ、下はなんかレオパード柄のスカート履いてます。ロングスカートを履いております。本日はこんな感じですまあ普通にあれなんだっけ、普通の現地でも下は見えないよね。ハイライト似合う、ありがとう、嬉しい。初めてやったよ今回。レオパード柄、ヒョウ柄、うん、そう、上が結構シンプルだから下は柄にした。なんか本当は下もミニスカート、デニムの白のミニスカートにして、何ミニスカートにして、なんかなんて言うんだろう、ワンピース風みたいな感じ、白と白で合わせようと思ったんだけど、結構夏すぎちゃうし、なんかあれだなと思って下はロングスカートにしました。レオパード柄って言いましたね。そう、ミニスカート、そう、デニムのミニスカートで合わせようと思ったんだけど、今回はやめた。だからまた着回しで着たら載せますね。てか今日このあの服写真撮れなかったから時間なくて、またいつか着て同じコーデで着て撮るか、違うので撮るかして、まあ載せますレオパード、そう、スキニーデニム、え、聞いてほしい。なんかシナ結構パンツコーデするの最近、なんか本当にスキニーデニム、ん、スキニーデニムとかも買ってるし新しくだし、パンツコーデ結構してたりするんだけど、なんかその時に限って写真を撮ってなくて載せれないっていうか、写真がないんだけど、結構してるよ。好き、デニムっていうかパンツコーデは最近好きだから、ちょっとちゃんと撮るようにするねこれはお水です。お水飲んでる。パンツコーデいいよね、してるんだよ、ちゃんと撮って載せるね。またなんかパンツコーデに上はなんかちょっとお腹見えるぐらいの丈の、なんだろう、白いブラウスとか合わせたりするのは好きかな。普通に T シャツでも可愛いけど、また来たら写真撮るようにしますね。
こんばんは、こんばんは。みんな集まってきた。そう、全身をちょっと撮ってないの、ごめんね。帰り帰ってからとか暗いしさ、撮れなくて。最近は結構大人っぽい感じの格好が好きかな。これ本当にさ、下消えてほしい。下のやつ見にくい。明日の私服はなんとなく決まってる。大体最近ラブリンとしーちゃんにハマってる。嬉しい、ありがとうございます。今の服装は握手会で着てた。うん、今日の握手会で着てました。今日可愛いシナさん見たから満足です。イエイ。しーちゃん20歳なの？そうだよ。てかもう20歳終わっちゃうんだよ。あと1ヶ月ぐらいで、ほぼ約1ヶ月で20歳が終わってしまいます。こっそり押します。ありがとうございます。会いたかった、嬉しい。かん、なんていうの、愛知県以外の人にも、人ファンの方にも早く会えると嬉しいですね。でもあれだもんね、まだ油断はできないから。この間のバズらせます、面白かった。ありがとうございます。バブルボール見事に筋肉痛になった。次の日本当に手が上がらなくて、手上げるのがめっちゃ一苦労で、ドライヤーとかするのがめっちゃ大変だった。見事に筋肉痛になってしまった。こっそり握手会行きます、待ってます。楽しかった。まだ録画見てないか、まだ見てね。あれはあざとい選手権、あ、SK48 なんだっけ、おうちで SK48 だっけ、劇場でやったやつだよね、ゆーちゃんが司会のやつ。楽しかった、あれもめっちゃ。自分はあざといっていう資金、なんていうの、自覚っていうの、なんかあざといっていう感じはなかったけど楽しかった。すごい見てくれたかな、みんな。おうちで SK48 だったっけ、忘れちゃった。ゆうちゃんと、ゆうちゃんがいたね、同期は。ゆうちゃんが司会やってたやつ。第2弾希望、もちろん見ました、ありがとうございます。
何してる時間なの？もう寝る時間？まだだよね。まだ早いよね。しーちゃんまた？あ、そう、カミングフレーバーのズーム劇場第2弾が決まりました。イエーイ。皆さん、ぜひ見てください。ズーム劇場。お願いします。お風呂出たとこ、ドラマ見てる。いいね、ドラマ。バイトから帰ってきた。お疲れ様。お帰り。明日の準備してた。YouTube 見てました。犬の散歩しながらショールーム見てます。電柱にぶつかんないようにね。帰宅中です。気をつけてご帰宅ください。ただいまです。女優っすね。女優頑張ります。頑張ります。楽しみですね。いいじゃないよの動画、しーちゃん面白いからいいわ。また出たいですね。いいじゃないよも、なんか結構何、握手会結構やってた時とかにじゃないような動画見て結構印象変わってきましたみたいな、握手会来ましたみたいな人とか結構多かって、嬉しかった。Aチームの鑑賞券を入社済み、嬉しい。お、ズーム劇場全日程見るよ、ありがとうございます。めっちゃ髪伸びた。めっちゃ髪伸びたかな。伸びたかも。伸びてます。インスタのしーちゃんとのギャップ。いいじゃないよ、豪快な笑いが好き。ね、その笑い方すごいよね。ちょっとやばいよね、笑い方。いいじゃないよね。しーちゃんがめちゃめちゃ気になりました。嬉しい。ありがとうございます。トーク会でもなんか最初はなんかああみたいな感じで終わっちゃう、1回目は。声がなんか途切れたりとか。サーモン食べてません。サーモンは食べてない。笑顔が本当に好き。あれがいいの、あれがいいの。すごい笑い方してるよ。まあでも直せないんだけどね。去年初めて握手してからしーちゃんにハマりました。嬉しい、ありがとうございます。チャーハンとラーメン全部食べれた。あ、今日じゃないか、今日の話じゃないね。いつ食べたって言ったっけ、昨日、その前忘れちゃったけど、チャーハンとラーメン食べたよ、夜ご飯に。フィリピとの会が一番好き。今日めっちゃ笑ってる。え、なんか面白くなっちゃう、なんか楽しいから。平田さんは釣り師ですか？ No、 違います。チャーハン作ったことないかも。でもママが作ってるのを隣で見てたことあるから、やればできると信じてる。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ナチュラルだよね、しーちゃん。あー、ナチュラル、いいあれだね、なんかいい言葉だね。いい言葉だねっていうか、ナチュラルなのかな。
偽れないっていうのかな、作れないっていうのかな、やればできるか、そうやればできると思うからできると思う。YDK やればできるか、 YDK なその自信、自然体よ、あざとさもないし無理もしない。そうなんだよね。だから死の握手会で釣ってくださいとか言われてもちょっとできないです無理ですね。ナチュラル美少女でした。おー嬉しい、それは嬉しいですね。善悪懐かしい。釣り師じゃなくて安心しました。でもみんなはさ釣ってくださいとか好きなんじゃないの？こんばんは。こんばんは。普通に会話したいから。釣らなくてもすなちゃんはそのままでいいのよ。普通の握手が良きよ。めっちゃ普通じゃないしな、マジ本当にマジとか言っちゃった素だよね。なんかもう友達みたいな感じだよね友達じゃないけど、なんていうのかな、まあナチュラルだよね。ナチュラル、焼肉な美味しかった、いいな、焼肉食べたい。何でも話せる、え全然何でも話してよ、全然いいよ、いいな焼肉。焼肉食べた、お肉食べた、最近食べたんだけどね。お肉ショールームは落ち着いた感じだけど、アクサはちょっとテンション高いか。まあそうだよね。まあ今一人で喋ってるからね。お互いに気を使わない感じ。焼肉何が好き？リリーですけど行きたいです。ぜひ来てください。ちょっと待って。焼肉は牛タンでしょ、まずネギ塩牛タンが好き。牛タンとカルビ、カルビとホルモン、ハラミも好きだけど、でもカルビの方が好きかな。野菜は好きだよ。あー何でも好きやん。まあそれは言えてる。本当に全部食べる。豚も食べるし、鶏も食べるし、まあ全部で大体好き大体好きです。千枚刺しって何？わかんない。ご飯の話してるしーちゃんが、いつもご飯の話になっちゃうよ。僕の誕生日は野菜です。ホルモン美味しいよね。こんばんは、久しぶり、イエーイ。しーちゃん送ろう、書いてないよこれ、本物だし。
なんか最初のさ、握手会、最初の頃の握手会でめっちゃ言われてたんだよね。そのほくろ書いてるんですか？書いてません。本物です。あらゆる食べ尽くす。ナスも焼いて食べないよ。無理。ナスは無理。食べれません。ビビンバとかも食べる。ビビンバは食べないかな。食べるなら焼肉の時は白いご飯。30時誕生日ってことです。あ、野菜ってそういうことか。うまい、うまいですね、それ。だから野菜ってことね。八を矢っていう考えがちょっとなかったです。お酒は飲まないの？今？いつ？今日いつにも増してテンション。嘘、高い？わかんないね、自分だと。塩かタレは、ネギ塩牛タンは塩だけど、あれだね、タレだね、大体。でもコンビニとかで焼き鳥買うときは塩だね。どっちも食べれます。キムチはめちゃめちゃ好き。キムチはめっちゃ好きだよ。焼いてあげたい。ああ、嬉しい。焼いてほしい。シナと焼肉行ったらお肉を焼いてほしい。背景すごいです。あ、こちらはお部屋のカーテンになっております。そう、ナスだけダメなの。あとは大丈夫、大体は食べれる。変わったものじゃなかったら。コンビニで焼き鳥買うしーちゃん想像つか。え、めっちゃ買うよ。めっちゃではないけど結構好き、焼き鳥。カーテンチョイスはしーちゃんなの。でも自分だった気がするけど、多分自分だった気がする。焼肉で白ご飯頼みますか？時と場合だけど大体食べるかな。こんばんは、こんばんは。にしちゃんから来ましたよ、ありがとうございます。しーちゃん来月誕生日。そうだよ、8月22日お誕生日です。お肉の話聞いたらお腹空いてきた。お肉はいいよね。ご飯なん、カーテン久しぶりに見た。こんばんは、こんばんは。そう、気づいたら21歳になってるよ。だって今年の、今年の20歳っていうか、何、20歳の1年あっという間だったから、もうあと1ヶ月なんてもうすぐだよ。すぐに来ちゃう。髪の毛美しい。もうプリンになってます。前回やったのは去年9月のパシフィコ以来で、もうすぐで1年になっちゃう。美人だなって嬉しい。来年ウィメンズマラソン開催された。
知りますか。ノーコメントノーコメントで。ピエンピエンなんて使わないよ。仲良しトラさん、個別は行ったことないかもなので行きます。待ってます。待ってます。なんじゃい。台本とか覚えるの得意です。得意、どうだろうな。でも記憶なんていうの、覚えるの得意ではないかな。でも、得意ではない気がする。バースデーワンコはこちらにはおりませんですねママのとこにいる多分。光当たりすぎ、顔白すぎ。11時ぐらいに終わろうかなと思います。ふーちゃんはいるよ。泣いてるアグだね、この鳴き声は。今日はお酒飲まない。めっちゃ泣いてるねみんなに聞こえてるんだね。くーちゃんしかいないここには。こんな夜なのに元気だな。なんでこの下消えなくなったんだろう。何回も言っちゃうけど。わあ。くーちゃんはそういつもいるよ近く。ファンレターとか届きます。初めて。あ、でもなんか貯めてだけ、貯めてしか届かないけど。ちゃんと届いてます。最近も届きました。ワードローブまたお願いします。また撮ったら載せますね。今日は上がりません、ワードローブはごめんなさい。初めて書いてみようかな。ぜひお時間あるときお願いします。年賀状、年賀状いいと思うよ。絵はがき送りますね。ありがとう。
待ってる。うん。急に近い。女優ライトっていうか普通に机にあるテレビじゃないテレビじゃなくて電気。そういや私の家政婦、あちょっと録画はしてあるちゃんと。でもまだ見てないからちょっと見ます。見るから。でもちゃんと録画してある。肌綺麗です。本当画面越しだから。今日は久しぶりの握手会でメンバーにたくさん、そうですね、会えましたね。アップかわいい。まつげが素敵です。ありがとう。しーちゃん明日も頑張ってね。ありがとうございます。明日来てくださる方は予防対策しっかりして気をつけて来てくださいね。待ってます。あと10分で終わります。明日は行けなくてごめんなさい。いえ、また来てください。関東弁をおとなしく自粛。いつかまたね、近々会えると嬉しいです。喉気をつけてね。ありがとう。いけないけど仕事頑張ります。頑張ってね。前髪伸ばしてからぐっと大人っぽくなったね。嬉しい。でも前髪って本当になんか結構印象変わるよねって思う。おやすみなさい。おやすみ。こんばんは、やっほー。11時に終わります。しーちゃんのショールームが癒しです。嬉しい。神に誓って平田さんのレン絶対行きます。ありがとうございます。神に誓ってくれるの、ありがとう。待ってるね。バブミ出ていい感じです。出てます。出てますか。
アイス食べて寝ます。いいね、シナはさっきプリン食べた。やばいやばい、最近も場面少しだけど文字数増えた。たまに増えるよねたまに。明日もよろしくな、待ってるね、よろしくよろしくね。遠すぎていけないのでショールームで応援してます。ありがとう、いつか会えますように。ゆう司会の劇場しーちゃんのうのなさに笑いました。めちゃめちゃ罰ゲームしたもん。昔と比べるとものすごい成長。まあそれは言われてる成長成長。しーちゃんレイに初めて行こうと買った握手券使える日をだ。嬉しい、楽しみにしてますそうだよね、公演もでも今6人でやって、フェス公演が最近やって、また今度やるけど、まあシナは出ないからまだ出るよ、いつ出るか分かんないけど、その時は見てください。しーちゃんに会ったことないから次個別絶対撮って会いに行くね、待ってるね、ありがとう。公演もいつ出るか分かんないです。出た時もう全力でツイートします。嬉しい、もうちょっとで終わっちゃうわ。みんなコメントしてね、もう終わっちゃうよ。どうもこんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。3000人ありがとうございます。なんかインスタライブしようと思ったんだけど、いつもショールームにしちゃうっていうね、なんかわかんないけど、髪筆大好きです、嬉しい、ありがとうございます。ぜひズーム劇場第2弾見てくださいインスタライブやりたいんだよね、またちょっとやるわいつかいつかやるわ。今日はやんないけど、可愛すぎて言葉を失ってた。めっちゃ自然な感じのショールームなんですね、ゆるすぎてごめんなさいゆるゆるです。眠くなるでしょ、質問返し。そう、最近、昨日だっけ、その前の日か忘れちゃった、少しだけ返しましたね。
仕事終わり癒されてる。また気が向いたら配信お願いします。またいつかします。今更だけどバズ面白かったよ。ありがとう。楽しかったよ。みんなもチャレンジしてみて。バブルボールめっちゃ重たいから。楽しいけどめっちゃ重たいだから筋肉痛には気をつけてね。重たいんだよあれ。もうすぐ終わる。みんな見に来てくれてありがとうございました。明日も現地でオンライン握手会、ん？オンライントーク会あるのでお待ちしております。お仕事の人、学校の人はいないかな、日曜日だから。頑張ってね。頑張ってください。バイトとかか。バイト？お仕事？頑張ってね。みんな見に来てくれてありがとうございました。おやすみ。またみんなに会える日を楽しみに待っておりますので、シナのこと忘れないでねツイッターとかインスタとかのコメントもいつも見てます。ありがとうみんな。おやすみ。またみんなに会える日楽しみにしてるね。バイバーイ。おやすみなさい。寝よう。おやすみ。バイバーイ。またねー。